はい、どうもこんにちは。ドコンチャンネルでーす。はい、で本日ですけども、はい、リーボックの渋谷店来ております。わー、はい、かっこいいですね。ね、で今日はせっかくなんで、まあ、この渋谷店、これが期間店になるんですけども、うん、ちょっとまず軽く、まあまあ、ご紹介しながら、そうですね、はい、ちょっと後で、まあ、奈々さんに、まあ、リーボック4で、はい、ね。いや、めっちゃ可愛いなるんで、すごいね、うん、今はもう結構ときめいてます。もともと持ってますもんね、はい、リーボック。はい。ね、だからその辺をね、ちょっと実際まずぐるっと回りながら、はい、奈々さんに素敵な4でも作ってもらおうと思います。はい、まずこれ頭見えるのが、すごくないですか、これ。でかっ。これ何センチですか？これ31センチ。36? そう、で、もうほぼ、すごい、頭2個分ぐらい。こちらはどな、何選手が、選手が履かれてたやつですよね。はい。はい、シャック。シャックといえば、シャキールオニール。オニールが履いて、オニールこんなに？ね、いや、もうすごいっすよね、やっぱね。もう、このシューズの中でウサギが買えるぐらいでかい。これぐらいですもんね。すごい。キッズサイズに見えるぐらい、ね。これも一応ね、27.5 なんですよね。すごいですね。うちもね、父が 29.5 なんで。あ、でも全然。もう全然。はい。すごい。はい、こんな、例えばね、レジェンドアイテムみたいなものを渋谷店は、並べてますんで、はい、これ面白かったら見に来てください。はい、で、ここからぐるりと、もう今は、まずお洋服も、こんな感じで、あったりするのと、うん、で今だとまあ冬なんで、こういうアウター系、うん、はい、この辺があったりとか、で、こっちも、パーカーとか T シャツ、もろもろ揃ってます。で、あと渋谷店、何が一番かっていうと、ドーン、靴。リーボック、ね、もう靴が、やっぱり有名だと思うんですけど、うん、で、その中でね、これも本当数が多分何種類だろう、100種類以上、はい、置いてあるんで、で、その中でちょっともうこれ多すぎて、中には在庫はないんだけど、例えばこんな感じかな？これも、試着はしてもらえて、で、手にも出てもらえて、で、欲しかったら店舗で、注文していただければ、今度の倉庫、まあ、リーボックの倉庫なんですけど、リーボック倉庫からお客様に直接送る、うん、そんなものも並べてるんで、もう結構ね、ずらーっといっぱいあるんで、うん、はい、こんな感じで、いろいろ楽しめる感じになっております。で、あとね、ちょっと実は、もう、行ってみますか、ちょっと上。上がね、はい、上もあるんですよね。ちょっとじゃあこのまま行きましょう。はい。リーボック、実は2階まであるんで、うん、この電光、ね、これかわいいですよね。かわいい。色変わるんですね、これ。変わんないかな、多分。変わる変わる。ほら。あ、ほんとだ。あった。ほら。何種類。あ、これやっぱポンプ色って感じですね。あ、ほら。あれ、後ろなかった。社長変わります。超かわいい。ほんとだ。ほんとだ。かわいい。うちにも会社にも欲しいです。はい。で、こっちが2階が、はい、こっち見てもらって分かる通り、結構もうリーボックというかフィットネス、はい、はい、有名だと思うんで、うん、フィットネス系が結構揃っておりますと。カーディビー可愛いですね。ご存知ですか？もちろんです、はい、もちろんです。すっごい可愛い、どれも可愛くて、私も靴はね、ちょっと紫色のアイテム買ってるんですけども。本当ですか？ありがとうございます。すごい可愛い。はい、はい、で、こんな感じでフィットネス系が並んでるのと、うん、あと実は奥の方で、ここの奥の方もまあ、リーボックのフィットネスシューズ、はい、で、このフィットネスシューズだけじゃなくて、うん、靴のこのセール品、はい、こちら今日セールコーナーになっていて、あ、本当だ。そう、あ、結構お安くなってますね。そう、でこの辺はね、ちょっともうみんなですぐ付着できるように、うん、靴箱も並べて、この辺も簡単にお安く買えますよと。こんなね、そういった意味ではもうリーボックのファッション系は1階にあって、でこのフィットネスとセール品まで全部揃ってるのがリーボックの渋谷なんで、はい、もうこの辺取れば多分ある程度のものは多分リーボック、ね、はい、あると思うん で、うん、でここから奈々さんにぜひですね、はい、選んでください。あ、嬉しい、はい、お願いします。もうね、早速もう目星をつけてるんですけど、はい、ということで、じゃあ、今から1階に行きましょう。はい、ということで1階戻ってまいりました。はい、はい、でね、奈々さんのまあ本当お好きなものたくさんあると思うんで、うん、はい、この中からぜひ選んでほしいのと、はい、あとね、多分このロコンドチャンネル、うん、視聴者の方が男性多いんですよ。あ、そうなんですね、うん、しかも、はい、35歳から49歳多くて、はい、あ、そういったのは、今日はもうゆうすけさんもドンピシャな、ドンピシャなので、まあ、そういったのは僕みたいな、まあ40、今、今年2歳か。うん、でも、こう、似合うようなリーボックコーデ。ああ、なるほど。男女、両方作ってもらっていいですか？ああ、もちろんです、うん、もちろんです。でも、早速、お願いします。じゃあ、すごい、もう、奇抜なものを作ってください。40歳。はい。はい、じゃあちょっとなんかこう、2人でいていい感じのコーデ。ああ、そうですね。うん。でも、私はもう決まっちゃってるんですよ。もう、これ、もうこれは間違いなく私買う。今日。ベージュ。あ、セットアップ。セットアップ。これ結構ね、むずくないですか、逆に。このシンプルすぎて。
むずいですかね。逆にそのシンプルさがおしゃれを引き立てて、これで余計な色を使うと私は逆に難しくさせる。ちょっと余計見てみたいかも。こんな感じになるか。でこれでなんかちょっとポンプかカーディーカーディーかなんかの、あ、ちょっとじゃあ靴は少し派手めにして、そうですね、なるほどなるほど、っていう感じにしようかなと思っていて、うんうん、でこれでペアルックやばいですよね、男女でやばいっすね。え、ゆうすけさんでも、まあ、綺麗なやつもないけど、はい、僕綺麗なパジャマっぽくなっちゃった気がする。え、でもそれも逆に見てみたくないですか。パジャマどうなるのか。個人的には見てみたい。見てみよう、見てみよう、ね、どうなるか。はい、はい、これと、はい、ゆうすけさんなんかね、まあ、僕みたいな、結構僕だけじゃなくて、うん、42歳、うん、ということをお仕事しながらでも着れる感じだと。あー、でもやっぱり、うん、もうパーカーだったりとか、パーカーか、この組み合わせ好きですけどね。あとはこの感じとか、うん、ゆうすけさん結構緑色似合いそうな感じ。僕の奥さんには黒が似合うと思います。じゃあ奥さんを信じましょう。奥さんが一番です。奥さんが絶対。パーカーにこれを羽織って、モコモコを羽織って、これはね、あ、フリース、フリースのパーカー羽織って、はいはいはい、下もモコモコの黒。おお、後ろかわいい、すごい切り返しが可愛い。ちょっとデコボコがあって。ねえ、いいですね。趣が、うん、なんか前シンプルで、私結構センターのこのロゴ好きなんですよね。うんうんうん、これとこれとこれ。パーカーの上にこれ。パーカーの上にこれ。なるほど。オッケー。じゃあさっきのじゃなくてこっち。はい。でもあれも見たいです。あれも見たい。個人的に。え、奈々さんもじゃあこのコーデ着ます。あ、じゃあ一緒に。じゃあお互いやってみましょうか。そうしましょうか。じゃあまずは、じゃあ我々まずじゃベージュにしましょう。はい。じゃあベージュをまず着ていまーす。はい。ということで着ていましたけど、いや、やっぱ奈々さんは、いや、それはやっぱモデルよ。ね。いやー、ちょっとなんか。なるほど。急におうち感が。おなんか、すごくなんかリラックスモードになってしまいました。急な瞬間に笑われてね。いや、これやっぱね、40代男性はこれむずいと思う、はい、そうですね、ちょっとサイズがちょっと、ね、確かにサイズちょっとバラバラで、はい、これが XO といって、はい、XXL なんですよ、上が、はい、一番大きいサイズ、ね、で、こっち下がいる、はい、だってこんな感じになるとパジャマ感すごい出ます。で、奈良さんみたいに、はい、うん、そう、MM? MM です。で、これニット帽もリーボックでしょ、はい、で、ポンプじゃなくてクラブシー、あ、クラシックレザー、はい、クラシックレザーを。なんでこんな違うんだろうね。これなんかブーツ履いても多分可愛いと思いますよ、これ。お、ちょっと履いてみてください。いや、これはね、奈々さんだからよ、これは。はい、さすがでございます。はい、はい、ということで、奈々さんはこれで OK と、はい、で40代男性はそれはやめましょう。はい、ちょっとね、あの、広かったんで。はい、ただその後、写真にさせたんですけど、2人くらいだったらね、そうなんですよ、はい、お似合いだったんで、ありがとうございます。はい、素敵ね、40代男性は上下がちょっとね、難しいんで、下だけでも、うん、まあ、上だけ入ってもらえば、着てもらえばと思います。そうですね。で、今回その、まあ、代わりとして、はい、組んでもらったポーズがこんな感じです。はい、すごい可愛い。フリースのパンツに、パーカーに、さらにフリース、うん、僕らもこの格好全然しない。あ、そうですか。いや、似合ってます。なんか二子玉にそうな感じの、いるいる。二子玉今度いる。二子玉にいる。二子玉いる。うん。で、後ろ姿も結構可愛いですよ。ほら、この感じ。上が白なんで、なんかこう締まって下が黒でいい感じですけどね。で、やっぱな、上からこの真ん中にロゴがあると、ここにちゃんと見えるのがいいんですよ。なるほど。隠さない、ロゴを隠さない感じで。じゃあこれもね、うん、あの、商品情報を、はい、今度の方に載っけておきますので、はい、で多分40代男性はこんな感じしてると仕事余ったと言われますので、はい、いいのかどうか。はい、私はすごい気に入ってます。はい、こんな感じがおすすめ。はい、はい、で、はい、これはどういうこれはですね、リーボック、はい、あの、スタジアムなんですけど、うん、クラシックレーザーが40周年ということで、うん、それを記念したモデルで、うん、はい、作られたものなんですけど、はい、これ色が、まあ、グレーと、あと赤がありますけど、すごい着心地いいですよ。ポケットはね、大きくてめっちゃいい。うん、めっちゃ可愛い。うん。はい。この中でね、リーボック全身コーデで、はい、40代男女も、はい。まあ、もう7本作ったけどね。はい。はい、でこれもぜひね、当然リーボックの会社もそうですし、今度では奈々さんの、あの、コーデ写真とか全部載っけてきますので、はい、よかったら見てみてください。はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。
も素敵な靴を履いたら素敵な場所に行く。